ブリスベン、オーストラリア、30日イコール吉松忠弘、元世界ランキング1位で、四大,大大会4度の優勝を誇る大阪なおみ、26イコールフリーイコールが、強い母親となってコートに戻ってくる。ブリスベン国際の開幕、31日、お前に大阪は会見し、前とは全く違う。シャイが私を強くしてくれた、と決意を明かした。 今年7月に女ジ,ジシャイちゃんを出産し、今大会が約1年3ヶ月ぶりの実戦となる。1回戦、元日以降、で同84位のタマラ・コルパチュ、28、ドイツイコールと対戦することが決まった。吉松忠博記者が大阪の変化を見た。会見で、英語の質問が終わると、いつものように日本語の質問に切り替わった時だ。挙手をすると、いきなり大阪から話しかけられた。 笑顔で久しぶり過去、質問の前に声をかけられることなどなかった。私もさすがに、少し驚き、すぐに笑顔になった。カーになって、大きく自分は変わった、と会見で何度も強調した。その一つに、自分という人間に自信を持てるようになって、心が広くなった。以前は、他の選手にも大きな壁を作っていた。今は、 人とと話そうとするる自分がいる大阪は2021年前物前に選手の心の健康が無視されていると相見拒否を宣言したいつも大きなヘッドホンを耳に当て周囲の雑音をシャットアウトそれを見た音響メーカーがヘッドホンの契約をしたほどだテニスは強気で攻撃的だそのプレートは裏腹に敗れた時は会見で泣き出したり 繊細な心を覗かせたそんな選手が面識があるとはいえ、接点の少ない日本人記者に言葉をかけてきた。積極的に自ら交流を持とうとする大阪がいた。一時は引退も考えたという。1ヶ月ぐらいだったけど、22年の東京・トーレパン・パシフィックの後テニスをやめようと思った。理由はテニスに対する喜びが全てなくなったから。 その気持ちを救ったのも娘の誕生だった。シャイには大きな目標や夢を持っている人を見てほしい。それがスポーツの素晴らしさで、離れている間にスポーツのありがたさがわかった。だからテニスに戻り、その姿を娘に見せたいと思ったのだ。変わっていないのは戦うのが好きなことだ。ナーバスになると思う。でも戦うのが好きなのは昔と同じ。 早く試合をしたい、そして勝ちたい、大阪なおみのテニス人生第2章が幕を開ける。吉松忠宏、大阪なおみ3000の大会2022年9月のトーレパンパシフィックオープン、東京、の1回戦でダリアサビル、オーストラリア、と対戦し、相手が左膝を痛め途中棄権し、2回戦に進出。しかし2日後の2回戦では、自身の腹痛で途中棄権した。 今年1月に妊娠を電撃発表し、同7月14日に第1子となる女ジ児ジシャイちゃんを出産したことを、自身の SNS で発表した。